今日はですね、ちょっとまたマイナンバーカードに関わる話をね、していきたいなと思います。私はマイナンバーカードばっかり取り上げてるんで、マイナンバーカードのことが好きになってきた人もね、いるかもしれませんけども、はい。これは日本の国の衰退を象徴するカードですので、まあ皆さんにもね、最新の情報をまたお届けしていきたいという趣旨で、お話をしていこうかなと思います。で、本題に先立ちまして、チャンネル登録。はい、よろしくお願いします。6万人、ちょっと月内目指してますので、よろしくお願いします。あと25日に、8時から、夜の8時から早川先生と、まあ、愛国者はなぜ縄文時代が好きなのかというテーマで、まあ、配信をやるので、興味ある人は、ちょっと概要欄から見てもらえればなと思います。今週のね、木金ぐらいで、まあ、締め切るかもしれないです。はい。よろしくお願いします。で、早速、ちょっと本題に入っていきますけども、マイナンバーカードに関しての、まあ、今週の、まあ、最新の情報ということで、まずこれ、知っといていただきたいのが、まあ、保団連さんが、いつもまとめてはくれているんですけど、まあ、これは別に保団連さんが勝手に作ってるものじゃなくて、厚労省が発表しているものなんですが、マイナ保険証の利用率をね、1月のものが発表されまして、なんとですね、4.6% になったんですよ。はい。これはですね、見ていただくとわかるんですが、増えたんです、ついに。8ヶ月連続下落してたのに。で、ここで反転攻勢に向かう兆しが見えたというふうに、まあ言えるような、まあ雰囲気も漂っていますけども、まあこの4.6%という数字がね、まあ来月以降にどう繋がっていくのかっていう結論は現段階では出せませんけども、ついに8ヶ月連続利用率が下がっていた、マイナ保険証利用率が上がりましたということで、お前も都合の悪い時は話さないんだなと言われるとあれなんで、まあちょっとまず話しておきたいなと思いまして、ちょっとこれを話しました。ただこれは実はですね、まあ少々からくりがありまして、別にマイナ保険証を何らかの施策を打ったことでみんなが使い始めたというふうに、言えるのかはかなり怪しいという状況です。もちろんね、その補助金ばらまいたり、なんか点数計算操作して、あとは公立病院とかに圧力かけたりね、して、マイナ保険証使えて恫喝かけてるのは皆さんもご存知かと思いますけども、だから現段階ではまだその目星効果は出ておらず、これ、純粋使用量で言うとね、10万件減少してるんですよ。で、なのになんで利用率が上がったのかなんですが、それは単純な話なんですけど、分母がね、減ったんですよ、めっちゃ。1400万件ぐらいか。減ったんですよね。そのオンライン資格確認っていうので、いわゆる保険証資格をマイナ保険証でも、まあ保険証でもいいんですけど、その受診した総量ですよね。1ヶ月の間で1400万件減ったんですよ。で、これオンライン資格確認は全診療行為に対して常に100%やらないといけないっていうふうな規定にはなってないので、なんで増えたのかっていうのを一律にこれだっていうのは難しいんですけども、まあ一つ大きな理由としてね、言われている話で言うと、まあお正月がだからだと言われてます。全国のね、病院、まあ空いてるところももちろんありますけども、クリニックとかで大体正月閉まってるじゃないですか。だから分母の総量が減ったんじゃないか。まあこれが有力な仮説とされています。で、野球のプロ野球とか見てる方だと、なんとなくわかるかなと思うんですが、シーズン序盤ってね、固め打ちとかしたら打率めっちゃ上がるじゃないですか。シーズン後半で、例えば1日3安打とか打っても、ほとんど打率変わらなかったりするんですよ。で、これの差はなんで起きるかっていうと、分母の違いですよね。分母が、打席に立った回数が少ない段階で、数字を乗っけるとね、割合が上がりやすいんですよ。打率が上がりやすいんですよ。で、僕は、まあ、現段階ではだから、正直、それと同じようなことが起きているに過ぎないんじゃないか、というふうにも言えですね。まあ、これ、来月以降ね、どうなるかというところは注目ですけど、現段階でだから、別になんか根本的に増えましたっていう感じではない、ということです。まあ、でも来月の、マイナ保険証利用率がね、僕、下がったり横ばいとかだったら、相当やばいと思いますよ。はい。もう負け認めろと思います。その時は。なんでかというと、先日話した通り、16日から、テレビ CM とかネット広告とか、新宿の電光掲示板とかね、
大金ばらまいて、マイナ保険証の推進広告打ってるんですよ。使ってくださいって。で、あとは、公立病院とかにはね、マイナ保険証専用レーンとか、あとはマイナ保険証持ってますかって聞けって言って、圧力かけたり、点数操作してね、もっと傾けて、マイナ保険証を無理やり使わせようとして、保険証の値段、保険証での医療行為を受ける、値段を上げようとしたりとか、まあ、いろいろやってるんですけど、チンピラみたいなことやってるんですけど、これ全部やってね、全く成果出ないんだったらマジで諦めろって思います。もう反乱ですもん、今。厚労省とかデジタル庁がやってること。社会に害しか与えてないですけど、まあ、これでもう無理だったら本当諦めてくださいって感じですよね。何百億って金使ってますから、これだけのために。で、特にメリットはないと。で、これ面白かったのが、これホタテネさんの記事の中でね、後半があって、薬剤情報閲覧の利用件数っていうのをまとめてくれてるんですよ。これね、結構ね、僕も見落としてたなって思った話があって、薬剤情報の利用件数が286万件しかなかったんですよ。で、これどういうものかっていうと、マイナ保険証使ってる人がね、マイナポータルから自分が医療機関での受診履歴が見れるんですよ。はい。あとは、薬剤情報なんです。どういう医薬品を処方されたかっていうのが見れるっていうやつがあるんです。はい。正確にはもちろん、その正確な情報じゃなくて、最新の情報じゃなくて、最新のものでさえ1ヶ月以上前の情報しか見れないっていうのはどうしようもないやつなんですけど、薬剤情報閲覧の利用件数っていうのは、まあ一応機能としてあるんですけど、それの利用がね、全然されてないんですよ。これね、どう読み解くかっていう話なんですけどね。まあ、単純な話として、より医療を受けられるからマイナ保険証登録してる人っていうのは、ほぼいないってことですよ。それはマイナポイントもらえるから、で、登録した人が、まあ、ほとんどだっていうのは、もうアンケートのね、いろんなメディアの調査からも分かってはいるんですけど、より良い量が受けられるから使ってるわけでもないし、当初登録してきた人でさえもね、なんかこの機能別にいらねえわっていうか、別に使わなくなっていってるんですよ、これ。薬剤情報の閲覧件数どんどん減ってるでしょ。で、これ、マイナ保険証の、利用件数ももちろん減ってますよ。100万件ぐらい。いくから。ただ、これっちも減り方がすごいじゃないですか。要するに薬剤情報の閲覧っていうのは解釈としてまあ役に立たないってマイナ保険証利用者に思われてるってことですよ。うん。で、役に立たないのは無理もなくて、これもう本当に繰り返し言ってますけど、ね、保険診療の業務工程が今のままである限り無理なんですよ。その不便、役に立たない形になってしまうの。それは今ね、医薬情報とかを医療機関横断で見る方法って二つしかなくて、で、一つが、その保険証で受診した後にね、毎月閉めた後にクリニックが厚労省に診療報酬請求って、こういう診療行為をしました、お金くださいっていうのをして、その時にデータを提供するんですけど、そのデータが、マイナポータル経由でまあ、反映される時ですよね。だから少なくとも1ヶ月以上先にしか、その受けた当日の医療データっていうのは反映されないというまあ、ものなんですけど、これか、もしくは今、厚労省が必死こいてやろうとしている電子処方箋っていう、まあ、普及率が 6% ぐらいしかないもので、医療機関横断で、まあ、薬剤情報を見れるっていうふうに言ってるやつ。基本的には2つなんです。厚労省の頭の中では。正確にはね、もう1個あるんで、それについても話そうとは思うんですけど、いずれにしても、役に立たないんですよ。逆に立たないってユーザーに思われたんですよ。これ確実に定量的に結構裏付けられる話だと思って。マイナ保険証使ってる人にすら役に立たないと思われてる。これ潜在的にはだから離脱する可能性高いですよ。半導体読み取らないとか顔認証悪いとかって言われてる。ただでさえ評判の悪いカードですから。まあ、それで不便してない人はね、そのまま行くかもしれないですけど、別に根本的に前の保険証と比べてね、なんか便利になりましたか？率直に聞いたら、ね、別に、どうかなっていう人がほとんどじゃないですかね。ちょっとこれに関連してではないんですけど、マイナンバーカードについての、もう一個頭のおかしいニュースっていうのをね、今日は取り上げておきたいなと思います。ですね、日経新聞でね、マイナ保険証救急搬送時に活用へ、服薬歴など確認っていう記事が昨日出たんです、夕方に。これ、タイトルから類似できると思うんですけど、総務省消防庁が、怪我や、病気をした人の救急搬送で、健康保険証とマイナンバーカードが一体になって、マイナ保険証を活用すると。
かかりつけ医や服薬歴といった情報を救急隊が確認できるようにする。医療機関の選定や応急処置に役立てて迅速な救命出動につなげるというのが書いてあるんですね。はい。で、これ、普段僕の話聞いてもらってる人はね、どれぐらい頭のおかしいことやってるかというのはわかると思うんですけど、日経新聞はね、これ垂れ流してるだけなんですよね。で、何が頭がおかしいかって今話してきた内容そのものですよ。そのデータが即時に反映されないから。1ヶ月半後とかにね、反映されるデータが最新のもので、それ見て何が役に立つのって話ですよ。すでに医療機関で役に立ってないものでね、救急医療行為で役に立つなわけねえじゃん。で、ね、その救急医療行為の時なんて特に命にかかるかもしれないみたいな時もあるわけで、なんでこれが役に立つと思ったのかっていう、もう頭の構造が知りたいレベルですよ。で、これね、それ以上に僕恐ろしいなと思うのは、これ、言うたらね、全救急車にカードリーダーを設置するってことなんですよ。要するに。今これ日経の記事の中では、全国の47消防本部の500体程度を想定し、5月中旬にも実証事業をするって書いてあって、で、多分最終的にはね、カードリーダー、全救急車にこれ配置するとかってなりかねないです。で、ここでね、ちょっと僕が恐ろしいなと思うのは、消防庁といえば、さっき冒頭に言った通り、総務省の管轄でして、総務省といえばですね、警察庁も、もちろんございます。で、このマイナ保険証構想の先には実は続きがあるっていう話はね、繰り返ししてますけど、免許証も統合しようとしてるんです、今。マイナンバーカードに。アホだから。で、これね、全パトカーに、カードリーダー設置することになるかもしんねえぞ、みたいなの。僕結構ネタで何回も言ってきましたけど、この救急隊でカードリーダー設置してやります。便利になりますって本気でやろうとしてるの見たら、ちょっとまんざらでもなくなってきたでしょ。全パトカーにカードリーダー設置するの。で、ピッて読んで、認証しません、エラーですってなったら逮捕ってなるんですよ。ちょっと署まで来てください、みたいな。任意同行、みたいな。誤認逮捕とか、それで無茶苦茶な時間取られるとか、何かにね。ただでさ、今ね、結構カードリーダー、リーダーでエラー出てますから。で、マイナンバーカードの半導体って、銀行の半導体の、キャッシュカードの半導体と似てるんですけど、いくつかの時期のカードとね、近くに置いてたりすると、マジですぐ使えなくなるんですよ。僕も銀行の ATM のカードとかね、よく使えなくなっちゃったりしたことあるんですけど、あれね、結構ね、一緒に常に携行してたら、なんか他の時期とね、被ったりするとね、結構すぐ使えなくなるんですよ。で、だから、これ、免許証なんかでやったらね、悲惨ですよと。で、免許証って、まあ保険証もそうなんですけど、今本気出したら即日でね、なくした時再発行できるけど、マイナンバーカードの場合は、今1ヶ月かかるんじゃないかと。で、デジタル庁は運用を変えて、早くできるようにすると。言っても1週間はかかると言われてますから、かなり大変ですよ。だからまあ、それともかこの、救急搬送時に活用へっていうのが、まあ、アホだなっていう話と同時に、これ、免許証のね、なんか流れがね、ちょっと正直見えるんですよね。怖いんですけど。いや、免許証はね、やばいっすよ、マジで。チャレなんないっす。で、仮にね、本当に無免許とかの人がいたとしても、ピッて読んで、ありませんって言ってたら、いや、俺持ってるし、みたいな感じで、悶着して、で、そのね、本当に免許持ってるか持ってないか確認するのにさらに時間かかるとかっていう、すごい無駄なことになるんですよ、本当に。それなんないですよ。で、まあ一応これ日経のなんか記事の最後では、マイナ保険証の利用率が23年12月時点で4.29%とどまると、医療現場での実例を積み重ねることで、マイナ保険証の利用率向上も見据えるって書いてあるんですよ。アホかって話でしょ。はい。で、これね、もう本当にね、マイナ保険証のね、件で、情報を役立つとかって言ってる記事をね、本当に、ね、垂れ流しちゃダメですよ。できないですもん。情報が最新じゃないです。はい。で、まあ、余談ですけど、これ、医療情報を本当に活用したいんだから、何したらいいかって言うと、お薬手帳使えって話なんですよ。で、お薬手帳ってね、僕、紙のやつも持ってますし、スマートフォンアプリのやつもあるんですよ。これ、知らない方はね、まあ、知っておいてもらうといいかもしれないですけど、僕は、まあ、一応ちょっと紙で始めちゃったんで、今、紙のね、やつでシール貼るやつ、やっちゃってるんですけど、一応、両方やったことありますが、便利ですよ。使ってる人もいるかもしれないです。e パーク、お薬手帳で、全国の、なんか、薬局、調剤薬局とかで、QR コード読んだらね、普通に、どういうお薬が処方されました、みたいなの、吸収できるんですよ。これね、全部の調剤でいけるのかは、
わかんないですけど、結構ね、僕がま、住んでるような大阪とかのエリアとかだと、まあ、今のところ使えないとこ見たことないぐらい、割と浸透してます。ちょっと、郊外とかね、田舎の方に行くとわかんないですけど、でも QR コードを読みかざすだけみたいな感じなんで、まあまあ都市部では特に問題はないと思います。で、はっきり言ってこっちの方が便利なんですよ。ピッて読み込んで、スッて入って、即時に反映されるんでデータ、1ヶ月半後とかじゃなくて。だから医療情報を役立てたいっていう人は、これ使えばいいんですよ。保険証の1ヶ月半ぐらい前の情報を使わないといけないとか、その厚労省が大金かけてね、何兆円もかけて入れようとしてる電子処方箋とか、電子カルテ、医療機関横断型のものをね、そんな今すぐにもできないくせに、それを待っても仕方ないし、それでね、金がまあさらに湯水のように使われるだけだし、何の意味もないんですよ。もうこれ使ったらね、めっちゃ楽ですよ。お薬手帳紙でやる人もいい、やればいいし。で、こういうね、スマホでできるやつとかがいいっていう人は、スマホでやればいいんですよ。以上ですよね。はい。これ一番金かかんないですよ。方法としては。よくね、対案出せっていう人いるんで、一応言っとくと、デジタル化してます。なんでもアナログがいいのか、とかって言ってくるやつがね、たまにいますけど、いや、デジタル化してますよ。まあまあ、いろいろ話しましたけど、その結局はやっぱデジタル化っていうイデオロギーがあるんですよ。これね、日経新聞とかもありますね、感じますね。イデオロギーっていうのは何なのかっていうと、そのデジタル化をすれば、デジタル機器を入れれば、少なくとも世の中が良くなる。何らかの効率化が起きるという幻想ですよね。起きないんですよ。頭悪い風、ある人がやったら。で、頭悪い人がやってもデジタル化がうまくいくんだったら、デジタル系のね、そんな業務コンサルとか必要なくて、なんでアクセンチュアとかね、IBM とか、ああいう会社が IT コンサルタントを大量に雇うかって言えば、もちろんそんな、なんか別に優秀じゃない人もいるかもしれないけど、あれ、業務を理解して、業務の推移をどういうふうにするかっていうことを整備しないと、結局デジタル機器入れても費用対効果が悪かったり、全然何も効率化されなかったりするからなんですね。だからまず業務をとにかく確認するわけですよ。コスト削減したいってお客さんが言っても、じゃあそれをするために、じゃあこのソフトウェア入れましょうじゃないんですよね。まず現状の業務確認しましょう。どの工程でどうしたら、例えば、この業務なくせますよねとか、紙を減らせますよねとか、こういうふうにちょっと業務変えたら、まあ、こういうメリット出ますよねとか、そういうことする地道な作業の中に IT 化っていうのがあるんだって、マイナンバーカード入れます、保険証廃止します、ドカーンって上からやって、うまくいくわけないんですよ。これね、デジタル化だって言ってるのはね、妄想もいいとこで、今日もね、参考人質疑参議院でやってたんですけど、行政なんとか委員会で。なんかね、なんかの会派の議員さんが、これデジタル庁で、そもそもいるんでしたっけ？的なこと聞いてて。ねえ、ほんと正しいですよ。デジタル庁いらないです。デジタル庁が、なんか、間に入ることで、全部社会の仕組みが悪くなってるんですよ、今。河野太郎が特にね、リーダーシップ取るとかって言ってやり始めたところから余計に広くなってるでしょ？ビジットジャパンとかもそうっていう例は紹介しましたし、オリパラアプリココアもそうですけど、まあその前はね、平井拓也ですから、平井拓也が大臣できる時点で大したことない省庁ですよ。そういうのがある中で、なんか幻想をね、持ってるうちはやっぱダメなんですよね。だから僕はね、何回も言ってるサイゼリアの社長がすごいって言ったのはもう、まずは手に、徹底的に紙で管理するんだと。業務工程を徹底的に見直すんだ。それなくして DX なんかありえないっていう話をしてて、まさにその通りですよ。ちゃんと分かってる会社は、ちゃんとしてますよ。業績いい会社とかね、ちゃんとしてる会社ってね、やっぱね、その辺うまいっすよ。ファーストリテイリングもそうだし、僕前言った鳥貴族もそうだし、あとなんだろう。マクドナルドとかもよくできてますね。業績悪い会社ほどね、なんかよくわかんないけどタブレット業務で使い始めたりとか、なんかよくわかんないけど、なんか機械入れたりとか、そういうのやりがちなんですよ。ここはね、やっぱね、なんか、この会社はこうなるべくしてなってるんだなっていうのは、よくわかると思いますので、まあ僕が言うのも偉そうですけど。皆さんもね、こうね、いろんな小売店とか、飲食店とか見てもらうだけでもいいのかなと思いますが。まあ、一旦今日の話は終わりますけど。あとはね、ちょっと、本当は予算委員会の話とかできればよかったんですが、森山大臣のね、不信任決議が出て、予算委員会が全部流れてます。明日の昼一番で本会議で、不信任決議案やるらしくて、で、おそらくね、維新とか国民民主も含めて全部、森山さんの審議に賛成するんじゃないですかね。
で、予算委員会の審議というのは、まあ、ちょっと流れてしまって、今日ちょっとね、国会がほとんど止まってたんで、まあ、あんま国会の話ができなかったんですけど、まあ、明日以降ね、その予算委員会、今週、瀬戸際ですから、与野党の攻防っていうのも、まあ、見てもらいつつ、まあ、徐々に始まる、まあ、厚労委員会とか、総務委員会とかで、このマイナンバーカードのバカさ加減っていうのをね、まあ、皆さんもチェックしてもらえたらなと思います。私の方でも、また、めぼしいのがあったら、ご紹介しようかなと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。お気に入ったという方はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。